こんにちは、仏壇ことドットコムの高橋です。今日は沖縄の仏壇のしきたりについて少し考え方をお話ししたいと思います。そもそも、しきたりってなんだろうっていうところからスタートするんですけど、よく沖縄の仏壇のしきたりを教えてくださいとかっていう、声をいただくんですけど、しきたりっていうのは、辞書を引いてみると、昔からの習わし、慣例っていうふうになってます。まあ、つまり、昔からの、習わしですね。習わし、慣例。要は、昔からやられてることっていうのが、一番わかりやすい言葉とか表現なのかなって自分なりに解釈してます。なので、昔からやってること、しきたりは、昔からやられていることっていうふうに理解をしてます。では、沖縄の仏壇のしきたり、仏壇ですね。仏壇ってわかりやすく書いておきます。仏壇のしきたりって何だろうって思ったら、周りの人にちょっと聞いてみたんですけど、長男が仏壇持つっていうやつでしょ、沖縄のしきたりって。とか、あと、旧盆は盛大にやるよね。とか、新民の時は仏壇には何もしないでいいんでしょう、あれ、お墓だよね。とか、位牌継承とか、やっぱり仏壇である行事、位牌のこと。とかっていうのをしきたりって強く感じてる人が多いのかなと思います。特にこの行事のことをしきたりって考えている人が多いかなと思っています。で、行事って言ったらやっぱり沖縄では、まあ一年で言うと旧正がありますね。で、旧正のまあ前後で、うがんぶつちと、これはひぬかんですけど、うがんぶつちとひぬかん運慶があって、16日があって、ムーチーがあって、シーミーがあって、ウマチーがあって、キューボンがあって、みたいな、だいたいこれぐらいかな、大きいので言ったら。で、まあ、これはヒヌカンですね。1,2,3,4,5,6,6,6個がだいたい仏壇とかお墓。シーミーは墓ですね。あ、墓。墓。ウマチーは仏壇、キューボン仏壇、ムーチー仏壇、まあ、昼間もですけど、16日仏壇、正月仏壇、昼間みたいな感じで、お墓のものは少なくて、やっぱり仏壇のものが多いかなっていう印象です。で、沖縄のしきたりとしても、仏壇にやることは必ずひぬかんにも最初やるとかっていう風なセットになってくると思うんですけど、このしきたりを今はもう令和の時代だから、そんな昔のしきたりなんてやらないよっていう方もいると思います。それはその人の考え方でもちろんいいと思うんですけど、私も最初そう思っていたんですけど、昔からやられているこのしきたりには何らかの意味があったんだろうと。意味。で、昔は、五穀豊穣とか、要は畑をやっていたので、畑の、ものとかっていうのも今でも、このうまちとかがそうですね。うまちは畑のことなんですけど、今は畑やってないから、時代に合わないから、このなんかしきたりをなくそうみたいな動きもあるんですけど、それはそれで、要は畑を作ってきたものがあるから、今この畑が仕事に変わっていて、仕事のことでお願いするのをお待ちでやるっていうイメージで私はやってます。なので、昔からやられてること、しきたりには意味があって、その意味は変化していっているけれども、しきたりに変化は入れないっていう感じです。しきたりに対して入る変化っていうのは、多分便利になったっていうことですね。便利になった。例えば昔は、
重箱の料理は、自分たちで、お肉屋さんでお肉買ってきて、魚を釣ってきてさばいて、それを天ぷらの芯にしてとかっていうものなんですけど、今はスーパーに行けば、お肉もあるし、魚もあるし、かまぼこも作られてるものがあるし、っていうふうに、この便利になった部分は自分たちが享受して、それを世の中に変化があったことっていうのは、そのまま、この便利になったでイコールで受け止めて、しきたりに変化を求めてるんじゃなくて、この便利になった部分で変化を求めてることを考えると、昔からやってるしきたりっていうのは、ある程度、まあね、今でも継続していったらいいんじゃないかなと思ってます。で、この地域、例えば公民館だったりとか、市町村だったりとか、県だったりとかっていうのも、このしきたりに沿ってる部分っていうのはすごく大きいと思うので、シーミーとかは、よくニュースになってるのが無縁仏。市町村が持ってる無縁仏に、市町村の予算で重箱を買って、シーミーに行きました。とかっていうニュースがあったりします。今でも沖縄ではこのしきたりっていうのは市町村も含めて大切にされているので、ちょっとこのしきたりについて考えてみてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、今日はここまでです。いつもありがとうございます。